2022年度のプロ野球は、オリックスがヤクルトを下し、日本一に輝いたシーズンとなりました。シーズン終了後、ドラフト会議が行われ大いに盛り上がりを見せました。そしてもう一つ、ストーブリーグの醍醐味といえば、FA 権を獲得した選手たちの動向です。近年では、この FA での移籍選手は、少ない傾向にあり、今年も、広島では、野間隆義、西川龍馬、西武の外崎修太、中日の松葉隆弘らが、同チーム残留を表明しています。その一方で、目玉選手が思わぬ移籍を表明する、可能性もまだ大いにあります。そんな中、ひときわ注目を集めたのは西武からオリックスへ移籍が、決まった、森友哉選手です。本日は、森友哉 FA 宣言、オリックス入団の真相について紹介していきたいと思います。森友哉選手の来歴。森友哉選手は1995年、大阪府生まれの27歳。2013年に、西武からドラフト1位指名を受けて、大阪桐蔭高等学校から、プロ野球選手の道へ。高校時代は現阪神の藤波晋太郎と、バッテリーを組み、2年生で、甲子園春夏連覇を達成するなどの輝かしい、成績を残し堂々のプロ入りとなりました。ルーキーイヤーは2軍スターとなったものの、すぐに1軍に昇格し1年目から3試合連続ホームランを、含む6本塁打、打率、2割7分5厘の好成績を残します。2018年には、外野手だけなく、捕手としての出場を増やし、チームのリーグ優勝に貢献する活躍を見せました。さらに2019年には、126試合において、マスクをかぶり同じチームの山川穂高、中村剛也と共に100打点トリオと称される成績を残し、初の首位打者、シーズン MVP に輝きました。捕手の首位打者獲得は、プロ野球史上4人目、野村克也以来54年ぶりの快挙。チーム連覇の原動力となりました。2020年からは、選手会長に就任。翌年には2年ぶりとなる2桁ホームラン、打率3割超えを記録しクリーンナップの一角として、西武打線を支えます。そして迎えた9年目の今年、国内 FA 権を行使し地元である大阪に、本拠地を置く、オリックスバッファローズへの移籍が決まりました。プロ入り10年目という節目を新天地で迎える、来シーズンの活躍に期待が高まっています。オリックス移籍の経緯。森選手のオリックス移籍は11月16日に決定され、その契約に内容は4年総額16億という大型契約となりました。背番号は4で入団となりました。ここではその決定に至るまでの経緯について紹介します。森選手は11月1日に球団を通じ権利の行使を発表。その後、FA 宣言をした選手と球団との交渉が11日に解禁になり、2日後の13日にオリックスとの初交渉を行いました。16日に決定したということは、オリックスとの初交渉から3日後に決定したことになり、かなりのスピード決着だったと言えます。ではこのスピード決着はいかにして実現したのか、そこには、代理人の存在が大きく関わっていました。日本プロ野球には代理人交渉制度というものが存在します。球団との契約更改などの交渉の場面で選手に代わってそれらを行う弁護士のことです。この制度を利用することにより、選手は球団と対等な交渉ができるメリットや貴重なオフを調整や練習に充てることができるメリットがあります。今回の森選手の FA 交渉にも、この代理人が起用されこのような結果となりました。森選手は FA 宣言をしてから、オリックス入団決定となるまで、本人の肉声での説明がなく、水面下において交渉が進められていました。この水面下での西武、オリックスの間での交渉を主導していたのが、森選手の代理人も務める人物でした。そのためスピーディな決着に至ったとされています。さらに、この人物はオリックスにとっても好都合な人物でした。
どういうことかというと、森選手が契約する代理人は、オリックスの田口壮一軍守備走塁コーチの代理人を同時に務めている人物でした。そのため、西武、オリックス間でのやり取りが非常にスムーズに行われ、特にオリックス側にとっては交渉しやすい環境にあったと言えます。このようにオリックスには交渉を有利に進める条件が整っており迅速に移籍が決定となりました。森選手が今回の重要人物となる代理人と契約した時点でオリックス移籍の方向へ向かっていたのではないかとされています。続いて解説するのはこの森選手獲得に向けてアプローチをかけていたもう一つの球団についてです。巨人との獲得競争の結末。本人の声明がなく、水面下で進められた今回の獲得競争。西武、オリックス間でのスピード決着で終幕となりましたが、実はそこにもう一つの球団が絡んでいたのでした。その球団とは、今季 B クラスに沈み、来季こそ日本一奪回に燃える読売巨人軍です。まず、11月6日の侍ジャパンとの強化試合にて、原監督のある行動が話題となりました。原監督は試合前の練習時間終了間際、意味深な表情で森選手を呼び寄せ1分程度談笑する姿が目撃されたのです。会話の内容が明らかになってはいませんが、FA での大型補強が毎年注目の巨人と、FA 移籍先が非常に注目されていた森選手。この両者の組み合わせは大きな話題を呼びました。しかし、結末は先ほど説明したオリックス入団。そこには資金力と巨人というブランド価値が大きく関わっていました。4年で16億という高額年俸を提示したオリックス。その資金力の源であるオリックス本社の売り上げは年々膨れ上がっているようで、仰木監督が指揮を執っていた1996年から今年2022年までの26年間で4倍近くにもなっています。豊富な資金力を行使した森選手の獲得にはさすがの巨人も歯が立たなかったのではないかと言われています。また、かつてまでの巨人への憧れが薄れている傾向も要因とされます。上昇を掲げ、オフシーズンの大型補強で戦力アップを目指しますが、その効力も長続きしないシーズンが続いています。近年では FA 移籍した選手も巨人移籍以降活躍が見られず、チームのプラスになっていないケースも多く見られます。そんなことも相まって FA を使って、憧れの巨人へと考える選手が少なくなっているのではと言われています。これらのことから、西武、オリックス間の交渉に巨人も絡んでいたものの、力及ばずという結果となりました。巨人は若手を我慢強く育成し、勝利を目指す、来シーズンとなりそうと予想され、原監督の手腕が求められることになりそうです。いかがでしょうか？今回は、オリックスに入団が決まった森友哉選手が移籍に至るまでの争奪戦について紹介しました。選手移籍の背景には様々な思惑が複雑に絡み合っているようです。森選手は同期入団で仲の良い山川穂高選手をはじめとするチームメイトとプレーする環境が心地よかったという点で西武残留も含めて悩んでいたともされていました。しかし、本人も関西出身であり、地元球団でのプレーを通して、野球人として、さらに成長したいと思い至り移籍に踏み切ったのでしょう。どれだけ複雑な事情があったにせよ、最終的な決断は本人に委ねられているはず。パリーグを代表する、打てる捕手として、希少価値のある、森友哉選手にとってオリックスは、新しい活躍の場所となるのでしょうか。引き続き注目していきたいと思います。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。